はい、今日はですね、ゴールドジムが倒産という話をしたいと思います。で、昨日ですね、こんなニュースが流れてきました。コロナで完全に混乱、米ゴールドジム経営破綻、FC 加盟店は影響なしということですね。で、このニュース見てですね、ちょっとこれは動画を作らないといけないということで、普段は、夜に収録してるんですけども、今日は朝ですね、早速収録をしております。で、ゴールドジムといえばもうマッチョの聖地ということで、おそらく世界で一番有名なですね、ジムかなと思います。で、日本にももちろん店舗がありますし、多くの方がですね、通ってる、ジムになります。なので、これを聞いたですね、その筋トレやってる方々は、あれ、これがどうなるんだろうっていうことでですね、非常に不安に思っている方も、いらっしゃるかもしれません。で、私自身は実はゴロジム自体は通ってないんですけども、別のですね、ジムに、毎日通ってですね、筋トレをしているということなんで、このゴールドジムに関してはよく、知ってます。今ね、このゴールドジムだけじゃなくて、私が通っているジムも、このコロナの影響で、閉鎖しているので、今は通えなくなっているんですけども、そんな中で、このゴールドジムの、経営破綻というですね、ニュースは非常にインパクトが、多くの人にあったのかなと思います。でですね、このゴールドジムに通われている方とか、その筋トレやってる方はですね、これからどうなるんだろうと思ってると思うんですけども、結論から言いますと、私が見た感じはゴールドジムが、日本からなくなるとかですね、世界からなくなるとか、そういうことは、かなりの確率でありえないかなと思います。おそらくは規模は縮小するかもしれませんけども、一時的にですね、いきなりなくなるってことはね、ないかなっていう感じがします。で、この経営破綻っていうですね、ニュース見たら、もうゴールドジムが倒産しちゃったんじゃないかって思われる方もいると思うんですけども、ここはですね、ちょっとね、注意が必要なんですよね。というのは、この経営破綻っていうのは破産するっていうことじゃないんですよね。で、この経営破綻っていうですね、この破綻っていう言葉は、うまくいかなくなるっていうですね、一般的な用語なんですよね。なので、この経営破綻っていう言葉っていうのは、経営がうまくいかなくなったっていう状態を表しているに過ぎないんですよね。で、これ実は倒産ということもそうで、この会社が倒産したっていうのは、要はうまくいかなくなったっていうことだけなんですよね。で、一般的に言われる、もうその会社がもう法的な意味でもなくなっちゃうっていうのは、この破産っていう言葉を使うんですよね。なので、ここちょっと違うっていうことをね、まずお伝えしておかないと、いけないかなと思います。なので、経営破綻イコール破産、イコールもう法的にその会社がなくなるっていうことではないっていうことなんですよね。なので、さっきのニュースでですね、ゴールドジムがもう経営破綻ということで、もうなくなっちゃうんじゃないかっていうのはですね、違うっていうことなんですよね。で、ちょっとこれについてもう少し詳しく説明したいと思います。で、今回ですね、ゴールドジムが適用したのはですね、このチャプター11っていうやつになります。これ、アメリカのですね、連邦破産法の第11章に書かれている項目なんですけれども、これを申請したっていうことなんですよね。で、この連邦破産法というのはですね、その名の通り、アメリカのその破産に関する法律を定めたやつなんですけれども、このチャプター11というやつは、日本でいうですね、民事再生法に近いものになります。なので、このチャプター11というのは、これから破産の手続きを進めますよっていうことじゃなくてですね、大きな目的としては、この公正っていうことなんですよね。つまり、今回のゴールドジムというのは、これからも破産します、倒産しますってことじゃなくて、これから再建に向かって頑張りますっていうような宣言なんですよね。で、このチャプター11というのはですね、この連邦破産法の第11章、あとは第11条というふうに言われてますけれども、で、このチャプターっていうのは章っていう意味なので、一般的にこのチャプター11っていうふうに呼ばれているということですね。で、このチャプター11の、タイトルはですね、公正、日本語で言うとですね、で、英語で言うとリオーガナイゼーションということなんで、このリオーガナイゼーションっていうのは、要するに組織を作り直して、もう一回やり直しますっていう宣言なんですよね。なので、イコール破産ではないということです。で、このチャプター11が適用されるとですね、旧経営陣が引き続き経営しながら、負債の削減など企業再建を行うことができるということなんですよね。で、ゴールドジムももちろんあれだけの大きい会社ですから、要は負債があるわけですよね。確か、ニュースで見た感じだと100億ぐらいのですね、負債があります。で、それの、利子の支払いとかですね、元本の支払いとかがあると思うんですけども、今回、コロナの影響でロックダウンされて、要はお客さんが来れなくなっちゃったんですね。で、それで売り上げがないのに、その利子の支払いとかがですね、しないといけないということで、それが難しくなったということなんですよね。で、それでこのチャプター11が適用になったということです。で、このチャプター11になると、要はその利子の支払いとか、負債の元本の支払いとかが、
あるんですけれども、まあ、それを返していく計画を作りますので、ちょっと待ってくださいねっていうような話なんですよね。でですね、このチャプター11は過去にもいろんな大手の会社がですね、実は適用されていて、まあ、ここにあるようなリーマンブラザーズとかですね、ゼネラルモーターズ、アメリカン航空、コダック、ウェイシングハウス、まあ、最近でもフォーエバー21とか、あとこれは同じくコロナで影響を出たですね、 D&D ルーカっていう日本でも店舗がある会社も、このチャプター11になってます。で、中にはですね、まあ、リーマンブラザーズみたいに、要はこのこれを適用してもですね、まあ、うまくいかなくなっちゃった会社、なくなっちゃった会社はあるんですけれども、もう他の会社は一時的に規模は縮小したかもしれませんけれども、まだ経営を続けてますと。で、結構ですね、このフォーエバー21とか D&D ルーカがこのチャプター11になった時にも結構日本では衝撃的なニュースとしてこう紹介されたんですけど、でそうするとみんなこの会社なくなっちゃったのかなと思うんですけど、まあ、実はそうじゃなくて今再建中だというようなお話なんですよね。なので今ゴールドジムもそういうような状態にあるということです。ちょっと改めてこのゴールドジムという会社についてですね、見てみますと、1965年創業なので相当歴史がありますよね。多分このフィットネス業界の中では、まあ、先駆けと言われる存在じゃないかなと思います。で、創業者がジョー・ゴールドさんということで、まあ、今回私もこれ初めて知ったんですけども、まあ、この人の名前を取ってゴールドジムということみたいですね。で、現在の CEO がこのアダムさんという方で、オーナーがロバートさん、この人 TRT ホールディングスっていうですね、会社の代表ですね。で、アメリカって会社の経営権と所有権っていうのはですね、まあ、分かれていることが、まあ、一般的でですね、まあ、このオーナーの人がこの CEO のアダムさんを雇ってですね、今経営をさせているということですね。で、この TRT ホールディングスっていう会社は、まあ、投資会社でですね、他にもホテルチェーンとかをですね、持っている会社になります。で、このロバートさんは、まあ、その投資会社のオーナーで、まあ、ビリオネアということで、まあ、大金持ちですね。で、この人がですね、数年前にこのゴールドジムを前のオーナーから確か150億円ぐらいで買収しているということですね。で、そしてこのロバートさんが任命した社長がこのアダムさんということになります。まあ、こんな感じでアメリカの会社というのは大体所有権と社長というのが別だということですね。で、売上がですね、約250億円で、これ2016年のデータなんですけど、ちょっと上場してないみたいなんで、正確な数字は分かんないんですけど、2016年のデータで250億円ぐらいというデータが出てます。で、まあ、これはゴールドジムをご存知の方は皆さん知っていると思うんですけども、ベニスビーチに第1号店があって、まあ、ここはもうマッチの聖地というふうに言われてるわけですね。で、ここにシュワーツネッガーがですね、ずっと通ってたということで、このゴールドジムも有名だったということです。で、それで、店舗数が世界で今700店舗あるというふうに、言ってます。で、そのうちの直営店が 10% ぐらいということで、まあ、大体70店舗ぐらいですね。でも、このゴールドジムっていうのはフランチャイズなんですよね。なので、マクドナルドとかですね、セブンイレブンみたいに、直営店とそのフランチャイジーが運営している会社が両方あるということですね。なので、ゴールドジムは直営が約 10% なので、70店舗ぐらいはこのゴールドジムが直で運営しているんですけども、その他の店舗っていうのは、他のオーナーがですね、いて、その人がこのゴールドジムっていうブランドを使って、このジムを経営しているということですね。で、日本ではシンクフィットネスさんっていう会社が、フランチャイジーとして展開しているようです。なので、今回の話で注意しないといけないのが、ですね、で、今回経営破綻したと言われている、このチャプター11に入ったその会社、アメリカでその本部を運営している会社と、皆さんが日本で通っているゴールドジムの会社というのは別会社なんですよ、実は。なので、ニュースにも出てましたけれども、その本部側の経営破綻の影響っていうのは、直接、その皆さんが通っているゴールドジムの会社に出るわけじゃないということなんですよね。なので、問題はこのシンクフィットネスさんが、まあ、これからどういう対応を取るかっていうところにも関わってくるのかなと思います。で、私たちも実はその経営に関するですね、コンテンツを海外から輸入してるんですけども、まあ、同じ形でやってるわけですよね。でも海外にその経営のノウハウを持ってるですね、コンサルティング会社みたいなのがありまして、要はそこのフランチャイジーみたいな形で日本で展開してるんですよね。なので、私たちの会社は、その会社とは、海外の会社とは、まあ、契約はしてるんだけども、基本的に別法人なんですよね。なので、向こうが倒産したとしても、別にうちが倒産するわけじゃないっていうですね、まあ、そんな感じの関係になってます。なので、今回のゴールドジムもそれと同じモデルで、本部が万が一ですね、破産したとしても、日本のゴールドジムが即、
破産するかっていうと、必ずしもそうは言えないっていうですね、この辺は契約関係がどうなっているかっていうことによりますけれども、いずれにしろ今回ニュースに出ている、ゴールドジムを運営している会社と皆さんが通っているあのジムの運営会社というのは別法人だっていうところがですね、まず大きなポイントになってくると思います。で、今回ですね、このチャプター11でどうなるかという話なんですけれども、さっきのアダムさんがですね、あのメディアに話していることでいうと、8月1日までに再建しますというふうに宣言をしています。なのでそれまでにもう一回この盛り返すということですね。でそのために30店舗を今閉鎖済みということです。でこれは一時的に閉めているわけじゃなくて、永久的に閉めますというふうに言っています。なのでさっきですね、700店舗のうち10% が本部運営で、そのうちの30店舗はもうなくすというふうに言っているので、ある意味こうダウンサイジングしてコストを削減して、立て直していこうという計画だと思います。でさっき言った通りですね、日本を含めた別の店舗っていうのはそれぞれのフランチャイジーオーナーがあの別法人で経営していますので、その各社次第ということになると思います。でそしてですね、この再建計画が失敗したらどうなるのということですね。要は今回チャプター11で再建計画を作ったんですけど、それがうまくいかなかったらどうなるかというと、こうなると本格的に破産ということで法的にあのなくなっちゃうということですね、この会社が。でこれがチャプター7と言われる段階で、清算ということですね。こうなると、その会社自体がもうなくなっちゃうということになります。というわけで、ゴールドジムのですね、ニュースについて解説したんですけども、最初に申し上げた通り、個人的にはですね、確かにこういう30店舗閉店とかですね、あったりしますけれども、このコロナのですね、騒動が終わったら、もう一回盛り直すんじゃないかなっていうふうには思っています。これはアダムさんも言ってましたけれども、やっぱりブランド力が、ありますし、そのブランドを使ってですね、そのジムの運営以外にもなんかいろんなものを売ったりとかですね、そういったビジネスができる会社なので、一時的に規模は縮小するかもしれませんけれども、やっていけるんじゃないかというふうに思っています。ちょっと一個ですね、懸念としては、今回そのゴールドジムの本部の方が要は経営破綻ということなんですけれども、当然ですね、コロナの影響を受けているのは本部が運営している店舗だけじゃないんですよね。フランチャイジー、日本を含めたフランチャイジーで展開している600何店舗のですね、店舗っていうのも当然あの売上の減少または、ゼロっていうですね、可能性もあるわけですよね。そうなってくると、そのフランチャイジーを運営しているそのオーナーの会社が財政的にですね、厳しい状況になってくると、お店を閉じざるを得ないということになってくるわけですね。なのでその辺のですね、ちょっと懸念はありますけれども、ゴールドジム全体としてはですね、これで、そのままこう破産、清算しちゃうってことは、あんまり可能性としては少ないかなっていう感じは、します。というわけで、チャンネル登録をお願いします。この仕組み経営ではですね、こういった会社の経営に関するですね、ノウハウをお伝えしていますので、ぜひ登録をお願いします。あとメルマガ登録していただくと、PDF でですね、社長が不在でも成長する会社の作り方という、レポートをお届けしますので、ぜひご登録をお願いします。では今日は以上となります。